九時宿は、九時訴訟や、裁判のために、地方から来た者を宿泊させた江戸時代の宿屋。九時人宿、出入宿、合宿、御用宿とも呼ばれた。九時宿という名称は主に、江戸の宿屋に用いられ、地方の城下町や、大館所の陣屋近くにあった宿屋は、合宿と呼ばれることが多かった。両者を総称して、御用宿とも言う。また、江戸の大焼けごと宿は、 旅人宿と百姓宿に分けられるが、両者をまとめて、江戸塾と呼ぶこともあった。大阪では、大阪町奉行所の御用を務めた、御用宿を用田市と呼んだ。江戸の大焼けごと宿は、幕露町古伝馬町旅人宿、82軒百姓宿、30軒百姓宿、それ十3軒組があり、それぞれ仲間組織を形成し、独占営業権を与えられていた。 旅人宿は町奉行所と、82県組は、くじかた勘定奉行所、30県組は、幕露町御用屋敷と、それぞれ密接な関係にあり、百姓宿は、それぞれの役所の近辺に建てられていることが多かった。30県組は、関東軍隊との結びつきも強く、また82県組は、表情所、勘定奉行所の出荷×ける付御用も務めた。組の仲間組織は、 それぞれが役目、権益にまつわる由緒を持ち、またそれぞれ得意客のいる縄張りも抱えていた。北川森貞の表した森貞万光によれば、江戸の大焼けごと宿では一泊二食付きだが部屋での食事はできず、宿泊客は朝夕の決まった時間に台所で食事を取り、またほとんどの宿には風呂がないため近くの銭湯へ出かけることになったとある。 京都や大阪の大焼けごと宿に比べて外見もサービスも取り、宿賃は皇帝248分だが余分の宿賃を払うのでより良いサービスをと求めても応じなかったという。江戸時代では農村は農民の居住空間であり支配階級である武士は基本的には農村周辺にはいなかった。そのため何らかのくじ訴訟を起こす必要が発生した時、農民は 江戸の奉行所や、領主のいる陣屋や、城下町に出向き、くじの手続きをしなければならなかった。くじ宿は、そうした農民たちのための宿泊施設を提供した。そして、彼らが役所に提出する願書や証文、訴状など諸々の書類の作成、聖書、手続きの代行や、弁護人的な役割もこなした。他にも御用状や触れ書き、 差し紙などの公式文書の町村への通達、手鎖をかけられた未決集の宿あずも言った。くじ宿は役所と町村のくじ訴訟の手続きが円滑に行われるよう、仲介、取り継ぎをする役割も担っていた。また、幕府は投留する訴訟人の監視の役を公焼け事宿に担わせ、訴訟人が使用で外出する際の行き先確認を義務付け、 宿泊したことにして、棚狩りをすることや縁者等のもとに身を寄せることを禁止した。くじ訴訟の役割を担う存在として、他に腰掛けがあった。腰掛けは、奉行所に召喚されたものの控え所で、普通は茶屋を営み、審理を待つ、訴訟人や付き添いのくじ宿主人などに油茶、敷物、草り筆紙などを売って、豪とした。くじ宿同様に営業株があり、 奉行書や腰掛けの草取りや掃除などの雑用をしたほか、腰掛けで審理を待つ、訴訟人のシラスへの呼び込みや、差し紙を、公焼ごと宿に,に届ける使いの役も果たした。江戸では、くじ宿に滞在中のくじ費用や、その他の諸雑費の負担は、くじ方を定め書きに明記されており、村の責任で訴訟が行われる場合は、村の負担となり、 村人の持ち高に応じて拠出、村人個人の利害と責任で行われた訴訟の場合は、当人の負担となった。当人に責任負担能力のない場合は、親類、5人組に対してその持ち高割で拠出させる。九じ宿の宿組3組の株仲間は、店舗の改革の際、他のすべての組合と同様に解散させられている。役所から通達される、召喚状。 実際には経費を削減するためにくじ宿を出て親類縁者の家に宿泊した者もいたという記録が残されている。ありがとうございます。